藤谷蓮次郎です。沢田研二の矜持、ボーカリストからシンガーへの変貌という、私のアメーバブログ J ビートエッセイ987に載せている文章の、補足説明の動画の方、5番目いきたいと思います。5番目ですが、ここにはジュリーの自己批判性と書きました。こちらというのは、この5番目のところでは重要な文献というか書物として、我が名はジュリーという玉村さんというジャーナリストの方と、沢田研二さんが、対談をしていくという本があるんですが、これは もちろんジュリーファンの皆さんご存知だと思うんですが、今ちょっと手に入らないですけどね。こちらで見てて思うのは、ジュリーさんというのは本当に、自分に対しては厳しい、それから否定的。その時も、渡辺プロダクションさんから独立する時の本なんですけども、非常に自分に対して小さく小さく言う方、自分自身が周りから人気者で私はすごいんだよみたいなことはほとんどおっしゃらない、大変自己批判的で、たまたま僕は今ここで売れてるけど、これっていうのが自分自身が持ってる才能と、それを周りの人たちが当然評価した当然のものなんだっていう考え方は一切見せないんですね。彼自身のこの厳しい考え方、もっとタレントさんって実はこのジュリーさんより後の世代っていうのはもうちょっと元気よく、よく言えば自分自身に優しい甘いっていうところがありますが、彼は常に自分を小さく小さく言うなという印象があります。その小さく言う部分が、その沢田研二さんの絶え間ない努力というか、タレントとしてスケールアップし続ける感じ、それからある意味彼に対して悪く言う人も出てくる、その仕事に対する厳しさ、いろんなところでこうステージに関してとかテレビ番組のカメラマンの撮り方とかに関しても非常に厳しく注文をつけたりする。それっていうのはやはり彼自身の、タレントという仕事、シンガーとしての仕事を選んだ沢田研二という人間の持ってるプライド、プライドでありその誠実さだったんじゃないかなと。自分に対してそれだけ厳しく見るくらいですから、自分の仕事に対しても厳しく、人に対して厳しかったんじゃないと思うんですけどね。そういうところが気難しい部分というふうに取られてきたのかもしれないななんて思ったりもします。我が名ジュリーという本の中の沢田研二さんの自分自身に対する厳しい視線、これはこれでとっても沢田研二さんを私は好きになった部分ではあります。それでは失礼します。